トライアングルの大森と申します。猿島バーベキューが非常に有名で、ここで普段は暖かくなってくるとほとんどバーベキューのお客様にいっぱいになるんですけど、そうじゃなくてその春とか秋とか冬にも猿島の魅力を楽しんでいただこうということで、こういう隠れ4キャラクターを作りました。これは、概要はですね、こんな感じのキャラクターが、15匹猿島の中に隠れています。で、後ろに詳細があるので後でその手配書を見ていただければと思うんですけれども、それぞれキャラクターが際立ったものが、15匹隠れているので、それを探していただくという企画でございます。で、お配りしたパンフレットの中に秘密が、遊び方と秘密が5問隠れてます。で、この秘密を解けば、15匹のうち5匹の居場所がなんとなくぼんやり見えてくるというところです。で、これに、書かれている5匹を発見しましたら、記念品が漏れなくもらえます。で、さらにその5匹を見つけて、さらに10匹ですね、15匹全部見つけますと賞金、30万円が当たるチャンスということで、1人3万円なんですけれども、かける10名様に、賞品が当たるチャンスが訪れます。ちなみに今、これまでですね、800名ぐらいが参加されているんですけれども、今15匹全部見つけたのは7名なので 1% 未満というところで、かなり難しい難易度に設定してありますので、大人の方が本気で楽しめるというような、お子様と一緒に来るとちょっと難しかったりするんですけど、はい。答え見てください。本当だ。